年の日曜日ですけれども7月7日は日本では七夕の日でしたで一般社会におきましては探索にいろいろなお願い事を記すというです、ね、ことがですねなされているわけでありますである調査の機関、ね、によりますと一体みんながどういったことをお願いするのかということで多かった、まあ、ベスト5ですねその5つがですね挙げられておりましたけれども5番目に多かった願いが 平和への願いといととうことでしたまあ社会世界全体に目を達したきにはさまざまな争いごと揉めごとがあったりしますけれども平和であるようにただ平和で、えー、戦争がないだけではなくて、まあ、それぞれ隣近所を含めてみんなが楽しく過ごせるようにそういったことも含まれているのではないでしょうか次に4番目に多かったのが恋愛や結婚あるいは夫婦関係に関することということが挙げられておりました。 それ3番目に多かったのがお金に関すること必要なお金が与えられますようにということでしたそして2番目が仕事に関することそして一番多かったお願い事が健康に関する願いであったということであります私たちのこの,ただもの七夕の日というだけではなくて私たちの毎日の祈りの中にこの挙げられた5つのことの多くが含まれていることかもしれません そしてまた7月7日というのはここ何年か私たちの教会におきましては777の祈りの断食の祈祷日ということでありまして朝7時から夜7時までもちろん飲み物はですねあの取った上で、まあ、基本的なその食べ物を取らずにそして祈りに集中する日というふうに奨励されております聖書における祈りというのは 何もお願い事に限ったわけではなくて神様への感謝あるいは神様への賛美そしてまた罪の悔い改めいろんなことが含まれているわけですけれども一般社会においてお祈りといいますと何かお願い事をするそういうイメージがあるかもしれません聖書の中にもお願い事をした人のことが記されております今朝はそのところをご一緒に見ていきたいと思いますけれども 聖書お持ちの方は新約聖書のマルコによる福音書10章をご一緒に見てみましょうマルコによる福音書の10章の35節から45節になりますマルコ10章の35から45になりますゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った先生 お願いすることを叶えていただきたいのですがイエスが何をしてほしいのかと言われると2人は言った栄光を受けになるとき私どもの1人をあなたの右にもう1人を左に座らせてくださいイエスは言われたあなた方は自分が何を願っているか分かっていないこの私が飲む杯を飲みこの私が受けるバフテスマを受けることができるか彼らが できますというと言うイエスは言われた確かにあなた方は私が飲む杯を飲み私が受けるバフテスマを受けることになるしかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではないそれは定められた人々に許されるのだ他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたそこでイエスは一度を呼び寄せて言われた あなた方も知っているように、違法人の間では支配者と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、使えるために。また多くの人の人身のし金のとして 自分の命を捧げるために来たのであるこのようなやり取りが聖書に記されておりますで皆さんがイエス様にたった一つ何かをお願いするとしたら一体どのようなことをお願いするでしょうかヤコブとヨハネというこの兄弟が出てきますけれどもこの兄弟はイエス様の右と左に座らせてほしいとお願いしたのでした けれれどもこれはただ単に食事会の席でイエス様の右と左に座らせてくださいといったような類のことではなくてやがてイエス様がそのイスラエルにおいて王様か総理大臣か大統領かその国のトップになった時には自分をその右に左に右大臣左大臣にしてほしいそういう願いでありました。 日本でも総理大臣、そして大臣たちがその官邸の中での様子が報道されることがありますけれども、総理大臣の隣に大臣たちがいっぱい座っている中で、その両隣というのは、より重い立場にある大臣が座るというふうにも言われております。ですから、このヤコブと、そしてヨハネにつきましては、イエス様がそのトップになったときには、 両脇に座らせてほ他の弟子たちよりもより上に座らせてほしいそういうふうに処遇してほしいそういうふうに願ったのでした今私たちこのマルコネル福音書を注目しておりますけれども同じ場面がマターによる福音書にもありましてマターにおいてはここにはヤコブとヨハネだけではなくてその母親も一緒であり母親もお願いしていたのでした。 ずいぶん前から「教育ママ」という言葉が、ね、日本でもありますけれども昔から自分の子供の将来を願う母親の思いというのは変わらないものがあるのかもしれません。でこの兄弟の願いに対してイエス様が答えられたのが38節になります。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないこの私が飲む杯を飲みこの私が受けるバプテスマを受けることができるか。 そこのやり取りのりとのことですけれども46節以降のところでは目の見えないバルティマイをイエス様が追いやしになる出来事が記されております。バルティマイはこういうふうに言いました「ダビデの子イエスよ私を憐れんでください」と叫びました。 人々がそのバルティマイのことを黙らせようとしてもなお一層大きな声で私を憐れんでください私を憐れんでくださいと叫び続けるのでしたそれに対してイエス様は質問しました何をしてほしいのかそれに対してバルティマイは先生目が見えるようになることです彼自身のお願い事をするわけですそれに対してイエス様は言われました 行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったそう言われたのでしたイエス様は数え切れないほど多くの人たちと接していかれましたけれどもその時の対応には2つの種類があるように思います優越感に浸っている人たちあるいは自分はすごいんだと思っている人たちに対してイエス様はその人たちをそこで立ち止まらせる一度ストップして ああなななたたは本当にそそれででいいんですかと考えさせるようなそのよううの対応がありましたもう一つは劣等感に打ちひしがれている人たち自分は罪人で頭を上げることすらできない私を憐れんでくださいそういうものに対して「あなたは一りぼっちではないあなたは独りぼっちではなくて愛されているんだ大丈夫だそのまま進んでいきなさい」 そう優しく背中を押すそのよよううな対応があったように思いますこのバルプティマエに対しては「行きなさいあなたの信仰があなたを救った」と言われましたけれどもヤコブとヨハネに対しては「自分が願っていることが分かっているのかそこで一度立ち止まるようにもう一回考えてみるように」と言われたのでした。 ヤコブとヨハネが一体どこまで理解していたのか分かりませんけれどもきっぱりとこの2人は39節のところではできますというふうに制限しましたそして41節のところですけれども他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたと記されていますですからヤコブとヨハネだけがイエス様にお願い事をして そして右に左に座らせてほしいという思いであったというよりは他の弟子たちも同じようなことを考えていたけれどもヤコブとヨハネだけが何か先駆けしてそのような中で他の弟子たちは怒り出したのではないでしょうかある意味でみんなが同じような思いを持っていたのでしたそしてまたこの場面はマルコ10章でありますけれどもこの後のところをずっと見ていきますと イエス様が十字架で亡くなられる前の日になってもなおそこでは最初の戦争足,足を洗うこと最初の生産の時がありましたけれどもその最後の時になってもなお彼らは自分たちの中で誰が一番偉いのかと言い争っていたと記録されていますイギリスの有名な神学者であるジョン・ストットという人はこういう言葉を残していますこの世界は ヤコブとヨハネで満ち溢れている野心家、地位を求める人、名誉に植えかわいている人、そういう人で満ち溢れているという言葉を残しておりますイエス様の時代から2000年がたった今現在、私たちにはどのような願いや欲求が思いがあるでしょうか。ヤコブとヨハネには 何か出世したいもんじられたいより高い地位につきたいそういう思いがありましたそして同時に他の弟子たちにも同じような思いそして二人を妬むような思いがありましたそして他の弟子たちを出し抜いたヨコブとヨハネが他の弟子たちから何か袋叩きに合いそうな、まあ、そういうきな臭い中でイエス様は有名な言葉を語られましたそれが42節です あなた方も知っているように違法人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっているしかしあなた方の間ではそうではないあなた方の中で偉くなりたいものは使えるものになり一番上になりたいものは全ての人のしのべになりなさいそう言われました。 異邦人の価値観とあなた方の価値観は違うのだとはっきり言われましたそしてこの世界違法人の世界の中の価値観と神様との価値観は違うんだこれはっきり二つに分けられているように思いますいろいろな動揺がありますけどその中で皆さんよくよくご存知かと思いますけれども「象さん」という動揺があります。 ゾウさん,象さんお花が長いのねそうよ母さんも長いのよというあの有名な童謡がありますけれどもこの童謡はゾウさんというのは窓道夫さんという方が歌詞を作られたその歌だそうでありますでこのゾウさんほどは知られていないかと思いますけれども「ありくん」という歌があるそうでありますまあどのような節メロディーなのか分かりませんけれどもこのような歌詞です「ありくんありくん君は誰?」 僕の名前は三郎だけどありくんありくん君は誰 ?2 番ありくんありくんここはどこ人間で言えば日本だけどありくんありくんここはどこそういうですね歌詞です。で確かに私たち人間の世界におきましては日本という国がありアメリカや中国韓国そういうですね国が分かれているわけですけれどもありの世界にしてみるならば。 一体どこに住んでいようがどこの国であろうが特に何か変わりがあるわけではないまあそういう素朴なですねことを訴えているようなそのような歌詞かもしれませんで。地球儀というものがあります。丸くなっておりましてそこに陸地とか海とかそして国がそこに記されているわけです。どくの地球儀というのはわかりやすいように国ごとに色分けがされております。 そしてそこには首都とか主な都市とか、そういったところに名前が記されているわけです。東京とか大阪とか日本とか記されております。そしてそこには海の名前、太平洋とか大西洋、そしてまた赤道があったり、いろんなことが記されているわけです。そして凝った地球儀におきましては、そこには凹凸がついておりまして、エベレストとか山とか、 高いいところは少し盛り上がっている、まあ、そういったことがです、ね、その地球儀にいろんなことが記されているわけですけれどもあるお店で見かけました地球儀はとってもシンプルな地球儀でしたそれは透明なアクリルでできていた地球儀だったんですけどもそこには何も文字が記されていない地球儀そしてまた陸地のところだけ白く白く描かれている地球でした。 そこには国の名前もそしてその都市の名前も川の名前も海の名前も何も記されていない海のところはただ透明になっていてそして陸地が白くそこに描かれているだけのものでしたけれどもその地球儀を見まして何か新鮮な思いになりましたこれがこの地球の本来の姿を表せるのではないかというふうに気づかされたのでしたである家族が 日本から家族旅行でオーストラリアに旅行しましたでご存知のようにオーストラリアというのは日本から見ましてその地球儀あるいはその地図で見てみましてもずっと下の方に南の方にありますですからその飛行機はその飛び立ちしましてずっと方向で行くならば南の方に向かって行ったのでしたで子どもたちは窓から外の方をずっと熱心に眺めておりましてしばらく経ちましてこういうふうに 親に言ったそうであります。ね、ずっと海を通ってきてそろそろ赤道だと思うんだけれども海ばっかりで赤い線が何も見えないよというふうに言ったのでしたで確かに地図で見ますと赤道というのはその真ん中のところずっと赤く線で縁取られているわけです。 ですからそれを見て育った子供にしますならば海の上であっても赤道のところは何か赤い印があるのではないかと子供ながらに思っていたそうでありますけれどもこの国とか国境とか赤道といったものはこの人間が作ったものでありまして一旦この人間の世界から離れてそしてはるか彼方た空から飛行機の上から見るならば国とか国境赤道もわからない 見えないですから視点を変えれば見えてくるものも変わってくるそういったことをですね私たちに教えているように思うわけですで今の話に先ほどのところに戻ってきます時に私たちのこの人間社会の価値観と神様の世界の価値観は違うんだということがこの聖句の中で2つがはっきり対比されているように思いましたそしてそのことを大伝道者であった ムーディーは次のように分かりやすく言いました「その人の価値を測る物差しというのは何人がその人に仕えているかではなくてその人が何人に仕えているかがその人を測る物差しである」というふうに言いました。 例えば会社のような組織であるならば最初,最初入社して飛騨の社員からでありますけれどもやがては課長になり部長になりそして出世していくそのような道があるわけですそしてステップを上がるたびに自分の部下が増えていく、まあ、そういう世界であるわけですけれどもこのムーディーが言うにはその人を測る本当に測る価値を測るる物差しというのは 何人がその人に仕えているのか部下が何人になったのかということではなくてその人自身が何人のために生きているのかそのことがより重要であると言ったのでしたアフリカで医療宣教師として献身されましてそのことが認められてノーベル平和賞も受賞したシュバイツァー博士はこういう言葉を残しています。本当にに幸せな人とはどのように使えるかを 学んだ人であるそういうい言葉を残しておりますある有名な牧師がこのような話をしたといいます「私は夢を見た。それは私がこの地球を離れて新天地天国に行った夢である。夢の中である日天国の中にあるその博物館に行ってみた。 博物館の日記を係の人が丁寧に中を案内して見せてくれたけれどもその博物館にはこれといって目を見張るような立派なものは展示されていなかったアレキサンダー大王や皇帝ナポレオンの遺品などもないローマ法王の指輪もない宗教改革者マルチン・ルターがサタンに向かって投げつけたと言われる インクの瓶もない。そこには着古した衣ハンマーと3本の釘茨の冠、ぶどう酒を染み込ませたスポンジ何枚かの金貨そして最後の晩餐で使われた盃があったそれらを見渡して私は案内人に質問した。 この博物館にはイエス様にまつわるものがたくさんありますね最後の晩餐に使われた杯もありますではその最後の晩餐の前にイエス様が弟子たちの足を洗うために使われたタオルとたらいはありますかすると案内の人はこう答えたのですタオルとたらいはここにはありません それは今も必要とされ地上で使われているからですそういう答えがあったのでした、まあ、これは夢の中のお話誰かが作ったお話かもしれませんけれども他者に仕えるためにイエス・キリストがまず弟子たちの足を洗っていったそのタオルとたらいは仕えることを学ぶために今もこの地上で必要とされているそのようなことを伝えているお話であります 皆様の手法お手元の修法の瞑想の言葉に一つの言葉を引用させていただきました「主は人々を権力の立場にではなく奉仕の立場に召し強い者を弱い者の欠点を追うために召された私たちはそれぞれが支え合うために使えるために私たちは生かされているというのです」 そして今期私たちは聖書研究ガイドで最も小さいものに行った私たちが何をするのかということを学んでおりますで先ほど申し上げましたように私たちこの世界にどっぷりと使って生活している中にありますのでこの世,界この,世の中の価値観の中に私たちは身を置いているわけですでそういう中で私たちはその価値観を神様の価値観聖書の価値観に変えるということは 頭で分かっていたようではあっても、なかなか私たちはそれを理解し、自分のものとするのは難しいことがあります。ただ説明されたああ、そうなんですか、わかりましたと言って、価値観ガラッと変わるというケースは、まずないのではないでしょうか。私たちは何か説明によって、あるいは考え方、理屈によって、私たちの考えが変えられていくというよりは、私たちは生き方によって、 誰かの生き方に触れることによって影響を受けることによって私たち自身も変えられていくということが言えるのではないでしょうかそしてそれはイエス・キリストの生き方に私たちが触れることによって私たちが変えられていくそういう世界ではないでしょうかマルコ11章の45節先ほどお見せしました一番最後のところですけれども人の子は使えられるためではなく使えるために また多くの人の身のの人身代金として自分の命を捧げるるたたために来たのであるイエス・スキリストはただ言葉で語っただけではなくてまずそのご自身が捧げるために多くの人のための犠牲となるためにこのように来られたのでした4世紀のことですけれどもある修道僧がいました名前はテレマコスという名前の修道僧がおりました で彼はあるににここううういう言葉が聞こえてきたた。ように感じましたローマに行きなさいそういう声が聞こえてきたように感じました空耳ではないかまたしばらく経ってローマに行きなさい次第にその声が強く聞こえてくるように感じられましたそこで彼は旅をする荷物をまとめましてそしてローマに向けて旅を始めました 旅の中で誇りだらけになりながらもしばらく経ってローマにようやく近づいていきますすると街は何やら慌ただしい状況になっていますそして人々はあるところに向かって集まり走っていったのでした一体何があるんだろうかと思ってテレマコスもみんなが進んでいく方に向かっていきましたそこには大きな円形劇場がありました。 そこで何が行われているのか、何かスポーツの大会、サッカーとかラグビーとか、そういうスポーツの大会が行われているのではなくて、そこでは一つのこと、それは大きな体、体格、立派な体格をした戦士、闘士がそこで向かい合いまして、そしてどちらかが死ぬまで戦い合う、そういう競技がそこで行われていたのでした。 それを見るために何万人もの人たちがその円形劇場に集まってきてわーわー言いながらどちらかを応援しどちらかが死ぬまでその戦いが行われていたのでしたでテレマコスもその場所に集まっていきました。競技場の中に入っていってああこれなんだということが分かりましたそしてこう思ったのでしたイエス様が亡くなられてからもう何百年も経つ 文明国このローマにおいて群衆が喜ぶためだけに互いに殺し合っているこれはクリスチャンのやることではないそう思ったのでしたそこでテレマコスは席から立ち上がりましてそこで客席をずっと降りていきましてその壁を乗り越えて競技場のフィールドの中に入っていきましたそしてこれからその戦いが始まっていく二人の 大きな男が立つ間に割って入ってそして一言こう言ったのでしたイエスの名によってやめろと言ったのですそれを聞いて大群衆たちは大笑いしました筋肉がありそして立派な力強い選手が2人並び立っているところに小さなテレマコスそこに割って入って言って一体何になるんだ大笑いをしました そそしてその選手の一人の方はテレマコスをひょいと掴みそして地面に叩きつけましたでそこで倒れたところからまた立ち上がったテレマコスは大きな声で <laughs> イエスの名によってやめろと言いましたするとそれまで笑っていた大群衆観客たちが今度は笑いを通り越して怒り出しました。<laughs> そして次第に大きな声になっていったのがまずあいつを殺せまずあいつを殺せそういう声がどん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 ん大きくなり何回も何回も繰り返されたのでしたでそこで戦士の一人がそこで剣を抜きまして一思いにぐさっとそのテレマコスのお腹を差し貫いたのでしたそこでテレマコスはその場にぐったりと倒れ やがて息を引き取っていったわけですけれども息を引き取るまで何回も何回もやがては小さい声になりましたけれどもイエスの名によってやめろイエスの名によってやめろと言いながら息を引き取っていったのでしたあざ笑いながらあいつを殺せまずあいつを殺せと叫んでいた大群衆はテレマコスが息を引き取ったそのあと ししたしばらく沈黙が続いた後一人また一人とその場所から去っていったのでしたそしてそのように人を殺し合うエンターテインメントというものはそのローマにおいてその日が最後になったと言われておりますテレマコスのこの捨て身の行動が人々を変えたのでした 先ほどの聖書の言葉に戻りますけれども人の子は使えられるためではなく使えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである人々に使える究極の姿それはまさに自分の命を捧げることと言えるかもしれません弟子たちの足を洗った謙遜であることを示されたイエス・キリストはただ弟子たちの足を洗っただけではなくて十字架にかかり 私たたたちののめに命を投げ出してくださったのですそして聖書朗読の言葉ですけれども神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛されたそれを一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるこれは聖書の中でおそらく最も有名な聖書の言葉であると言われておりますこの言葉を見ますと 神様そしてイエス・キリストの願いというのは人間がそのまま失われていってしまうのではなくて一人も漏れることなく一人でも多くの人たちが永遠の命を得ることイエス・キリストにあって本当の平安を得ること安らぎを得ることそれが神様の願いということではないでしょうか私たちは一体何を願うでしょうかこの世界の価値観 様々な願い事がありますけれどもはるかに超えてイエス様が私たちを救ってくださるその犠牲になってくださ,るなっ,てくださったそのことを感謝しイエス様に習い私たちも他の人たちに仕えるそのような生き方をしそして一人でも多くの人が救いに預かるように私たちも献身していきたいと思います。